54キロ契約、京介 VS 翼。第4試合です。54キログラム契約、3分3ラウンド、延長1ラウンドが設けられています。翼対京介の一戦です。この試合の解説も宮城大輝さん、そして特別ゲストとして福井セリナさんにお越しいただいています。3分3ラウンド、延長1ラウンド、釣りの区間戦になります。スーパーフライ級6位の京介対スーパーフライ級11位の翼の一戦です。2発以上の攻撃や9人以上の攻撃を伴われて9人以上の反則になります。お互い反則のない印象です。シルバーの髪色、青コーナーが翼、はい、そしてこちらが赤コーナー京介です。第1ラウンドが始まりました。サウスポースタイルの翼、京介はオーソドックスです。ミドル、左を出した。スーパーフライ級ランカー同士の戦い、まあ、宮城さん、はい、54kg 契約という形にはなっていますが、はい、これから上を狙うにはこういったところでインパクトを残しておくことが大事になってくるんですね。そうですね、まあ、多分お互いバンタム級で戦っていくかスーパーフライ級で戦っていくかの査定できるような試合がために多分 54kg 契約にしたんでしょうね。なるほど、はい、この中間あたりということで、まあ、どちらにもいけるでしょう。スパー選手がもともとジャパンキックっていう団体でやられてたんで、はい、ジャパンキックだと肘あり首相撲がありなルールになってくるんですね。でその中で前回厚見選手に2ラウンドパンチで KO したのは結構衝撃で僕の中で、はいはい、なんでやっぱ翼選手はあの蹴りが主体の選手だと思うんで、はい、そこをどういう風にいくのかなっていうのと、まあ、京介選手はパンチうまいんでもうちょい中入りたいのかなっていうのを思いますね。あのまさに翼も前の試合でパンチを使えることが分かりましたという話をしていましたね、はい、どちらかというとそのムエタイルールで肘を使うのはあまり得意ではなかったと、はい、ですからこのライズに来て純粋にこの立ち技のみというところになって何か自分の中でも吹っ切れたと翼は話をしていました、はい、おー、左、京介の左のフックちょっと膝落ちましたよ、翼の顔面を捉えました。これオーソドックスとサウスポーですから何か一瞬でカウンターで入る可能性もある。バックハンドブロー、追い込んでいく翼、上下に打ち分けます。やはりパンチ主体、そして膝が飛んでくる。京介も返します。おい、ナイス、やり、ラスト30秒、翼選手もったいないですね。ここで蹴りとか出せたら多分自分の持ち味出せると思うんですけど、はい、多分パンチで KO したいんでしょうね。少しパンチ中心になっているでしょうか、はい、ロー、うん、ナイス。さあ第1ラウンドも残り10秒を切るところです。ラスト10秒、まずは落ち着いたこの第1ラウンドになったでしょうか。ここで第1ラウンドが終了しました。両者ともにここも間合いを図るような形になりました。さて福井さん、先ほど第3試合で、まあ、ものすごい KO がありましたからね、そうですね、会場もだいぶ温まってきたような感じはありますよね。いや本当にそうだと思います。ここから第2ラウンド第3ラウンドってギアを、ね、上げていくと思うんですけど、やっぱ有効度は京介選手の京介選手の方が多いですかね、うん、今のところどうですかね、まあ、さっきのリプレイに出てたのが、まあ、インパクト強かったですけど、うん、さほどそんなに差はないのかなとは僕の目には映りましたけど、うんうん、はい、先ほど第1ラウンドでは今リプレイにもあったようにこの京介のパンチが翼の顔面付近を捉えました。ただその後はどちらともに有効打はないというようなここまでの流れです。
ラウンド2、はい、第2ラウンド始まりました。左手回数、おお、ナイス、ナイス、ナイス、おお、ナイス、京介が倒しました。あ、聞いてますね。翼1度目のダウン、京介がいった。もうここで倒しに行くか、京介膝、ここで2度目のダウン、ここで試合終了だ。一気に決めた京介、これで京介はなんとなんと3試合連続 KO 勝利ということになりました。乗ってますね。覚醒してますね、はい、京介は去年11月斉藤亮太に2ラウンド KO 勝ち、そして今年の1月にキング龍造に1ラウンド KO 勝ち、今回の KO 勝ち合わせて3試合連続 KO 勝利ということになりました、はい、では改めて見ていきましょう。まず最初のこの、あ、左が入ってるんですね。思い切り右ですね。あ、右ですか。これが右ですかね。なんか翼選手が蹴った瞬間の、はい、右ストレートが入ったかなと思ったんですけど。なるほど、はい、まあ、最後はもう完全にパンチが入って膝でそのまま倒したような形になりました。改めてこの京介の強さ、どんなところありましたか。いや、 やっぱりパンチすごくうまいなと思いましたし、やっぱり相手に蹴り付き合わないで、はい、あの自分のスタイルができたのが良かったかなと思いますね。さあ、それでは見事なノックアウト勝利となりました。さあ、リング上ではその京介の勝利インタビューです。こんばんは、トップガイマンの藤野京介です。今日はたくさんの応援ありがとうございました。試合戦してくれたアズバス選手、そしてライズ関係者の皆様、ジムの会長美香さん、阿比子さん、そして会員の皆様、スポンサーの皆様、ありがとうございます。どうですか、強くなってますよね。強くなっていると思います、自分では。伊藤代表、次は55キロ欄下お願いします。必ず倒します。これからも強くなっていきます。そして、自分のジムの先輩の、先日プロデビューした阿比子選手とも自分あの機会が合えば同じ公共に出て盛り上げたいなとも思ってます。これからも応援よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。今一度盛大な拍手をお送りください。選手退場。翼対京介の一戦、54kg 契約で行われました第4試合、京介が見事 KO 勝利。これで京介は3試合連続 KO 勝利となりました。